はい、どうも、ゆきゅうでございます。本日もゆきゅうとワインやっていきましょう。こちらです。今私たちボーヌに来てるんですよね。ブルゴーニュのもう本当にど真ん中、ボーヌっていう町に来てるんだけど、さっき着いたばっかりで、まあ、買い出し行ってきて、今日はねエアビー泊まってるんで、夜はスーパー行って買ってきたものでこう調理して食べようかなと思ってて、でまあリドルっていう大きなスーパーだったんだけど、そこ行ったら、まあ、ブルゴーニュだからブルゴーニュのワインあるかなと思ったら全然なくてリドルはリドルのものしかなかっただからもうじゃあということで、コスティエールドニームっていうね、南仏のロゼ買ってきましたよ、はい、ローヌ、南ローヌなのかな、ニームっていうところね。こっちの方ではめちゃめちゃやっぱロゼがね、まあもちろんね有名な話ではあるけど、ヨーロッパはロゼの消費がすごい多いから、ロゼコーナーがすごいんだよね、うん、やっぱりなんかね、1本ぐらいロゼ飲んどこうと思って、南ローヌのロゼをね、今回はブルゴーニュで飲むという感じなんだけど、なんかね、あんまり飲んだことないので、この地域のワインはね、なかなか興味深かったので、これでいこうかなと今日は思います。値段はね、2.99ユーロ、安いびっくりする、はい、これを詳細はね、また後ほどちょっと話しながらと思うんだけど、ほとんど詳細は分かんないんだけどやっていこうかなと思います。で、このおつまみたちとね、さっき のスーパーで買ってきたおつまみたちと、あとこのパンでバゲットもパン屋さんがあったので、そこで買ってきたので、ちょこちょこっと合わせつつやっていこうかなと思います。ゆきよとワイン。色合いは結構淡いけど綺麗なピンク色だね、うん、まあロゼだしね、綺麗な色ですね。桜色みたいな感じだね。なんかではいただきましょう。いい色だね。あ、いい香り。あ、フルーティーでフレッシュだね。やっぱすごく、あー、でスパイシーって感じかな。心地いいね。いやいい香り、いい香り。なんかシンプルだから、うん、ごくごくいける感じの、なんかシンプルさはあるかもしれない。いただきます。いやね、今ちょっとね、買ってきて冷蔵庫で入れて、そんな時間経ってなかったから、少し若干ぬるいからでもね、キンキンに行ったらもっとねシャープになるんだけど、でもなんか柔らかい果実があるね。いや、リドルっていう大手スーパーさんだから、なんかそこがなんか手掛けてるみたいな感じだから、なんかね、生産者とか書いてないんだよね。ちょっとね、わかんなくて。だからリドルのコスティエドニームロゼ2020年ってことなんだけど、詳細がわからんのよ。で、一応その地域のね、コスティエドニームのこと調べてたんだけど、まあ赤、白、ロゼ全部作れて、でね、赤がやっぱり多いらしいんだけど、まあ品種はね、やっぱり南仏系の、まあ、仮にはグルナッシュ、シラーみたいなね、エムルベドルも あるのか、そういうのも使うから、まあ、そういったねの、まあ、混ぜてる感じだと思うんだけど、実際何の品種かはちょっと分かりませんので、でもなんか柔らかくて、このなんか馴染みやすい感じなのかなっていう、本当に気軽に楽しむ、家庭で気軽にっていう感じなのかもしれない。うん、美味しいね。でもやっぱり、うん、いや、ほんと水のように飲めちゃうかもしんない、うん、なんか軽やかな、うん、なんだろう、なんか桃っぽさもあるんだよね、なんかね、うん、本当にブラインドで飲んだらこれ白って間違うかもしんない、マジで、うん、そうだね、これ白と間違えると思う、これはね、まあ、本当に淡い色だしね、そこまでかん、タンニンも強くないから、そういう成分は多くなるかもしれないけどね、うん、じゃあちょっとおつまみ食べようかな。ちょ、オリーブ食べようこれもリドルさんで売ってたオリーブ、いただきます。うんうんうん、美味しい。ハーブが効いてるやつ、うん、美味しいね。で、このバケットですよ。バケットはね、近所のパン屋さんなんだけど、結構美味しそうで、よいしょ、よいしょ。
バゲットも 1.2 ユーロとかだったらしいんでね。あーなんか、うん、小麦の感じがすごいしっかりあるかな。これにバターをつけるわけよ。もうバターも安い。なんかこれもリドルさんので相当安いやつを買ってきたんだけどいくらだったっけな。ちょっと先に食べるか。これがね結構バーッガッツリいっちゃって、バゲットとバターいただきます。うんうん、うまい。バゲットはね、うん、おいしいね、これバゲット。なんだろう、小麦のパワーがすごい。うまっ。噛めば噛むほどその旨味が出るというか。おいしいな。塩っ気がバターにあるのかな。ちょうどいいね。バランスいい。うまっ。うまい。もう無限にワインいける、これ本当に。バターいくらだっけな。バター 250g で 2.09 ユーロだった。安すぎじゃない全然おいしい、全然おいしい。いいね。こういうのは最高だね。まあ、バゲット塗って、バター塗って、オリーブと。最高、もうね、やっぱもうすごいね、この低価格セットでこれだけの満足感ってすごいと思う。あ、ちなみにオリーブね、いくらだったかな。オリーブ 2.25、 なんかこんぐらいのパックでめっちゃ入ってる。これの今ここにある倍以上入ってるんだけど、いや素晴らしいアペロセットだね。いやー最高。全部で10ユーロいかないんじゃないのすごいな、10ユーロセットできちゃった。いやー美味しいですね、素晴らしい。はい、ということで本日は、コスティエールドニームロゼをご紹介いたしました。2020年だっけ、うん、うん、だね。 12.5% なんで程よい感じの、気持ちのいい感じのロゼだね。ごくごくいけちゃうタイプでした。はい、ということで、今日もご視聴ありがとうございました。またね、まあ、せっかくボールにいるんで今度はまたブルゴーニュワインをやっていきたいと思いますんで、お楽しみにしてください。でまた次回の動画でお会いいたしましょう。ニケでございました。それでは皆様、じゃあね、バイバイ。